キャンディラブログ国籍のアクチヌラ妖精。矢印は接合部分を指す。アクチヌラは、四方動物に見られる体の型の一つである。具体例は、多くない。四方動物は二杯妖精の動物群で、クラゲやイソギンチャクが代表例である。その体制は共通だが、具体的な形では、 大きく二つの形がある。一つは固着性の生活をするもので、ポリップといって、イソギンチャクがその例である。他方、浮遊生活を送る方がクラゲであり、クラゲがその例に上がる。四方動物の生態及び、妖精のほとんどは、このどちらかの方に分類できるが、どちらでもない方も少数ながらある。例えばカタクラゲ類はプラヌラから、ポリップの段階を経ずに、 クラゲの姿になるが、その際、プラヌラの側面に触手が出て、次第にクラゲの形に変わっていく。このプラヌラの側面から触手が出たものをアクチヌラ妖精という。キャンディラブロム国ーのアクチヌラ妖精。アクチヌラというのは、このように円筒型や楕円形の細長い体の片端に口があり、中ほどの側面から数本の触手が出るという形のものを指す。 半口側は小さいながら足盤となり、付着することができるものもある。しかし、固着性ではなく、触手を使って遊泳したり、這い回ったりする。クラゲのように扁平ではないし、全体の形はポリップに近いが、触手が口の周辺にない。また、付着することもできるが、よく運動する点で浮遊性に近い。そのため、クラゲ型とポリップ型の中間とも言える。 実際、アクチヌラからクラゲになる例も、ポリップになる例も存在する。一説によれば、四方動物の中で最も原始的なのがヒドロムシ類であり、その祖先型がアクチヌラ型で、それがクラゲ型とポリップ型に分化したのだという。ただし、実証性には欠ける。アクチヌラはヒドロムシズナのいくつかの群で見られる。さきのカタクラゲ類の例や、 ポリップの死脳からアクチヌラを出し、それが移動後に定着して、ポリップになる花クラゲ類のクダウミヒドラかの例などがあるが、これらはいずれも陽性段階の姿である。注目すべきは、アクチヌラ目のハラモヒドラで、生涯にわたってアクチヌラ型である。この生物は、感激性動物で、海底の砂流の隙間に生息するものである。他に似たものが少ないので単独でヒドロム種類の中に、 アクチヌラー光を立てることもある。ただし、ヒドロム種類の中の原始的なものというよりは、花ラゲ目の中から感激性の生活の中で構造が単純化する方向に進化したものとも言われている。ありがとうございます。